ミャンマーの政治では、ミャンマー連邦共和国の政治状況、政治史、政治体制について解説する。現在、ミャンマーの政治は2008年に制定された憲法に基づいて行われる。かつて、ビルマと呼ばれたミャンマーは、19世紀以前、様々な王朝によって統治されていた。19世紀以降、イギリスがミャンマーに進出し、 1824年から1948年まで、間に日本軍による占領を挟みつつも、イギリスによる植民地であった。1937年までは、イギリス領インド帝国の一部だった。ミャンマーの中心地はイギリスにより直接統治されたが、概ねイギリス領インド帝国に含まれ、1937年以降になると、反王国として、 多少の自治権が認められるようになった。ミャンマーの民族の多数を占めるのはビルマ族であるが、第二次世界大戦中、ビルマ族の中からイギリスによる支配を打倒することを期待し、日本軍と一緒になり戦うことを志願した者もいた。一方、他の民族の中には連合国軍を支援した者もいた。第二次世界大戦終結後の1948年、イギリスは ミャンマーの独立を認めた。新たなリーダーとしてアウンさんに期待し、これまでビルマ族の勢力が及ばなかった地域を統治することを容認した。1948年ビルマ憲法が制定された時、ビルマ族ではない少数民族などは憲法上定める権利や政治への参加が認められなかった。そして少数民族は、 多数派を占めるビルマ族によって弾圧されることとなった。また、宗教にも影を落とし、国内には仏教の他ヒンズー教、イスラム教、キリスト教を信仰する人々がいる中で、紛争も巻き起こった。ミャンマーを統治した国家平和発展評議会は、民族弾圧を推し進め、カレン族、カレンニ族、モン族などから隣国であるタイに亡命する者も,も多く、発生した。 カレン民族同盟のように政府に対し民族闘争を行っているグループも存在する。イギリス統治下の1946年、アウンさんは暫定政府であるビルマ執行理事会の副議長に就任したが、1947年7月19日、ウーソーの傭兵によってアウンさんとその閣僚が暗殺されるという事件が発生した。百四十八年一月四日、 ミャンマーはビルマ連邦としてイギリスから独立を果たす英連邦からも離脱した。銀内閣制を採用し民主主義国家を施行した。1961年、ウタント国連と首相に元秘書にビルマの常駐代表は選出された国連の事務総長。彼は国際機関を率いる最初の非ウェスターナーであり10年間国連事務総長を つめた。彼が事務総長であった時に国連で働くビルマ人の中には若いアウンサンスーチーがいました。1962年、ネビィン将軍はクーデターを主導し、名目上社会主義的な軍事政権を樹立し、社会主義へのビルマの道を模索しました。軍隊は民間企業を収容し、実地の経済政策、つまり経済的孤立を踏襲した。 ネオイン時代には軍事支配に対する散発的な抗議行動があり、これらはほとんど常に激しく抑圧された。1962年7月7日、政府はラングーン大学でのデモを解散し、15人の学生を殺害しました。1974年、軍はウタントの葬式で反政府抗議行動を激しく抑制した。1975年、 1976年、1977年の学生の抗議は圧倒的な力によってすぐに抑制されました。元国家元首は国家平和開発評議会の議長の称号を握った単首上級大将でした。彼の任命された首相は2004年10月19日まで強制的に県人とでした。総員、ほとんどすべての内閣府は 軍の将校によって保持されています。軍事政権に対する米国及び欧州政府の制裁は無料のビルマ活動家によって組織された消費者ボイコット及び株主の圧力と相まってほとんどの西側企業にビルマからの撤退を強制することに成功しました。しかし制裁措置の抜け穴のために一部の西側の石油会社は残っています。例えば、 フランスの石油会社トタルとアメリカの石油会社シェブロンはビルマからタイへの嫌だな天然ガスパイプラインの創業を続けています。合計はガスパイプラインに沿った人権侵害に加担したとされるフランス及びベルギーの裁判所での訴訟の対象です。シェブロンに買収される前にユノカルは報告されている数百万ドルの金額について同様の訴訟を解決しました。 ダイユなどのアジア企業は、ビルマ、特に天然資源の抽出に投資を続けています。米国とヨーロッパの医療品特殊産業は、ビルマの政府、または軍によって、完全にまたは部分的に所有されている工場から購入する自由、ビルマ活動家の標的になりました。1992年のリーバイシュトラウスを、はじめ多くの人々が抗議行動の後に、 ビルマからの調達を中止しました。1992年から2003年まで、無料のビルマ活動家たちは、何十もの医療品や靴の会社に、ビルマからの調達をやめさせることに成功しました。これらの企業は福まエディバウアー、リズ・クレー・ボーン、メイシーズ、ジェイ・クルー、ヨス、銀行、子供の場所、バーリントン・コート・ファクトリー、ウォルマート、及び目標、 米国政府は2003年のビルマ自由民主主義法の一環としてビルマからの全ての輸入を禁止した。制裁措置は一般市民への悪影響について批判されてきました。しかしビルマ民主主義運動の指導者であるアウン・サン・スー・チー氏は与党の軍事政権に圧力をかけたとして制裁を繰り返し受けている。ヒューマン・ライツ・ウォッチとアムネスティ・インターナショナルは 軍事政権による悪質な人権侵害を記録している。市民の自由は厳しく制限されています。2002年にビルマの人々の人権についての意識を高めるために結成された人権擁護家とプロモーターは2007年4月18日に地元の USDA 事務局長、ウーニウントウーと撃たれました。HRDP はこの攻撃は当局によって容認されたと 考えています。ビルマには独立した司法機関はなく、軍事政権は政治活動を抑制している。政府は、米国企業、フォーティネットのソフトウェアベースのフィルタリングを使用して、無料の電子メールサービス、無料のウェブホスティング、ほとんどの政治的反対派や民主主義のページなど、市民がオンラインでアクセスできる資料を制限しています。年、政府は、 NLD 事務所の支部がビルマ全体に再開することを強化した。しかし、それらはそのような活動を禁止する政府のキャンペーンの一環として2004年の初めに閉鎖、または厳しく制限されました。2006年、多くのメンバーがタラマドと連合連帯開発協会からの嫌がらせと圧力を理由に NLD を辞任しました。軍事政権は 2003年5月31日、ビルマ北部の部隊が軍と連帯していると報告されたボートに襲撃された後、アウンサンスーチーを自宅軟禁した。政権は彼女の自宅軟禁を2005年11月下旬に、さらに1年間延長した。直接アピールにもかかわらず、コフィーアナンの端緒へからの圧力はセアンビルマ政府は、アウンサンスーチーさんの家は5月27日。 2006年に別の年間逮捕拡張彼女は2010年に解放された。国連は包括的な国内和解、民主主義の回復、人権の完全な尊重に向けて行動するよう国に要請しました。2008年12月、国連総会はビルマの人権状況を非難し、8月にスーチーの解放を求める決議を可決しました。 中国やロシアのような他の国々は体制に対する批判が少なく経済問題で協力することを好みますますます国際的な孤立に直面しているビルマの軍事政権は2010年と2012年に選挙に抗議する複数の政党の許可と政治犯の釈放を含む改革プログラムに着手することに合意しましたしかしヒューマンライツウォッチなどの組織は カチン州などの国境地域で進行中の紛争で人権侵害が続いていると主張している。2008年5月10日、ミャンマーの陸軍基礎憲法は2段階の国民投票とサイクロンナルギスの第一フェーズで圧倒的に承認されました有権者の投票率が99%とされる2200万人の投票者の92.4%。1990年の選挙以来、 初めての国民投票だった。新しい検証が国会の25%の議席を自動的に軍に与えるので2010年の複数政党選挙は50年間の軍事支配を終わらせるでしょう。NLD のスポークスマンニャンウィンはとりわけ国民投票を批判しました。この国民投票は国中の不正行為と詐欺でいっぱいでした。一部の村では 当局と投票所当局が投票用紙をチェックし有権者に何もさせなかった。2010年に選挙が行われ40の政党が選挙委員会の選挙に反対することを承認しました。その一部は少数民族に関連しています。前回の1990年の選挙で圧倒的に勝利したが権力を握ることは決して許されなかった国民民主連盟は 参加しないことを決めた。軍が講演する連合連帯開発党は勝利を宣言し330議席のうち259議席を獲得した。国連と多区の西側諸国は選挙不正であるとして非難しているが選挙を行う決定は中国とロシアから称賛された。二千十二年に行われた補欠選挙では二千十一年十二月十三日の 補欠選挙のために再登録された主要野党の国民民主連盟が44議席のうち43議席46議席で勝利しました。重要なことは国際的なオブザーバーは政府が選挙監視にあまりにも多くの制限を置くために批判されたものの選挙を監視するために招待された誰のいくつかが拒否されたビザを労働組合連帯開発党は 民主党全国党連盟も支持者を送っている間、投票不正、有権者の脅迫、及び民主党全国連盟のメンバーと支持者が関与したとされるキャンペーンインシデントに関する連合選挙委員会への公式の苦情を提出すると述べた改ざんされた投票用紙に関する委員会への公式の苦情。しかし、テインセイン大統領は補欠選挙が 非常に成功した方法で行われたと述べ、多くの外国がビルマとその軍事指導者に対する制裁を解除、または緩和する意思を示した。2015年11月8日にミャンマー総選挙が行われた。これらは1990年以来ミャンマーで開催された最初の公然と争われた選挙だった。その結果、国民民主連盟は、 国会の両院の議席の過半数を獲得し、その候補者が大統領になることを確実にした。一方、NLD のリーダーであるアウンサンスーチーは憲法上大統領から除外された。2015年の総選挙におけるアウンサンスーチーの国民民主連盟の圧倒的な勝利は緊密に維持されていた軍事支配から自由民主主義体制への政治的移行の成功への 期待を高めた。この意向は、ミャンマーの将来を決定づけると広く信じられている。大統領は、国家元首であり、法務長官であり、ミャンマー内閣を監督している。現在、ミャンマーの衆参時間が事実上の政府の長です。一方、タタマドー国防軍の最高司令官は、すべての立法議会で、メンバーの25%を任命する権利を有しています。つまり、 タトマドーからのサポートなしでは、立法は、超大多数であることはできず、民主的に選出されたメンバーが2008年憲法を改正することを防ぐことができます。ミャンマーの、彼はまた、直接での閣僚を任命することができます。防衛省ターンコントロールで、ミャンマー国軍と、ミャンマー経済社、ミャンマーで最大の経済的な企業であるボーダー、 総務省その制御協会国の情勢や省内部は、ミャンマーの警察力と国全体の行政を統括しています。テンプレート、ウィンミントキャビネット連邦議会、2008のもとで憲法連合の立法権が共有されるピダウンスフルタウ、州及び地方フルタウズ。ピダウンスフルタウは、タウンシップと人口に基づいて選出された人民会議と、 州及び州から選出された同数の議員を要する国民議会で構成されています。人民会議は440人の代表で構成されており、110人は国防サービスの司令官によって指名された軍人です。国籍の家は224人の代表者で構成され、56人は国防軍の最高司令官によって指名された軍人です。 ビルマの司法制度は限られています。英国の時代の法律や法制度はそのまま残っていますが、公正な公的裁判の保障はありません。司法府は行政府から独立していません。ビルマは強制的な国際司法裁判所の管轄権を受け入れません。土地の最高裁判所は最高裁判所です。最高裁判所の最高裁長官はダンタヌーであり、 司法長官は、チュンチューン王です。ウェアル・ダマタット、または、マヌ・ダマタットは、ビルマで最も初期の法律書でした。これは、古代インドの賢者マヌに記する法律で構成され、ヒンズー教の入植者によって、ビルマに持ち込まれました。コレクションは、ワレルの指揮下で、彼の王国の修道院に保存されていた初期の、文学者の著作からの修道士によって作られました。 モン王ダマゼディは、ワレル族のモン支配者の中で最も偉大でした。彼は、知恵で有名で、彼の最低のコレクションは、カリャニ石碑文に記録され、ダンマゼディピアトンとして知られていました。ビルマは7つの地域と7つの州に分かれており、民族構成によって分類されています。7つの地域は、エーアワディ地域、バゴー地区、マグウェイ地区、マンダレイ地区、サガイン地区、 タニンガーリ地区、ヤンゴン地区です。7つの州とは、チン州、カチン州、カイン州、カヤ州、モン州、ラカイン州、シャン州です。また、5つの事故管理ゾーンと、適切な人口を持つ民族レースのための事故、管理部門もあります下限地域内、シャン州内、アズレブ、アセアン、CCC、CP、エスカップ、FAO、g 十七 IAEA, IBRD, ICAO, ICM, IDA, IFAD, IFC, IFX, IMF, IMO, Intelsat, Interpol, IOC, ITU, NAM, OPCW, UN, ANCTAD, UNDP, UNESCO, u n UPU, FU, WMO, バ a t t u, u b a t o GJC. ありがとうございます。